はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。スタッフアーケース続きやっていきたいと思います。どれが最新だ、これかな。まあ、この人のなんか尋問かなんかするんですよね。その途中だったかなと思うんですけど、誰であろうとあの人とはうまく付き合えなかったでしょうと。もともと性格がいいタイプじゃなかったのに最近はさらにひどくなりました。ギャンブルの借金が結構あると聞いてますが、おそらくそれのせいです。団員たちに対する暴言が度を超えていました。ギラーには特にひどかったです。ギラーって誰だっけ。あ、ギラーってこの人か。あ、ユリア・ギラーでしたね。自分は高く飛ぶことしかできないくせに他人への要求は多かったんです。結局事件の2日前に口論になりました。周りには秘密にしていましたけどね。この人と団長が口論になっちゃったってことですかね。胸造はその時腹が立って燃やしてしまいました。やりすぎたとは思います。あ、じゃあ2日前の話なんですね。胸造燃えちゃったのは。それで事件当日謝ろうと思って会いに行ったんです。話してもらえる情報はこのくらいだろうか。会いに行ったけど結局いなくて扉の前で戻ってきちゃったって話でしたよね。資料リストに陳述書増えた。バーノン、これあれ増えてないですね。そのおかしな髪型はわざとだったんですね。はい、団長はおかしなくらい演出にこだわっていて、舞台の上ではわざと情熱的なキャラクターを演じています。話すたびにファイヤーみたいな合いの手を入れていますよ。テナがやりそうな発想だな。違う違う、そんな発想したことない。したくせに。被害者がそんな人だったなら、どうしてこのサーカス団にずっと残っていたんですか。他のところに移る方法もあったでしょうに。ありません。なんで？私たちを受け入れてくれる他の劇団なんてありません。断言できます。とにかく私が話せることはここまでです。捜査を混乱させてしまい申し訳ありませんでした。それじゃあ次の容疑者を呼びましょうか。今呼んだところだ。うん。お、来ましたね。気をつけろ。わかってるって？アストンって言うんですね。口元にほくろがありますね。この方は確かオズ・アストンさんでしたよね。確かなんか凍らせるスキルを持ってんでしたっけ。こうなんかアイスみたいの持ってますね。そうだ、オズ・アストンはトランプタワーの曲芸師だ。情報、管理情報はここにあるから確認するように。ありがとうございますと。どれどれ、連続性氷結、射程距離1センチ未満、精製水、触媒精製水、連鎖反応は最大5メートルまで起きる、2立方メートルを凍らせるのに1秒必要。ほうほうほう。ってことは目の前にこの精製水を使えば最大5メートルまで起きる。
ビャーってこう行くっていうタイプと、立方的に2平米、2立方メートル凍らせるのとっていうのができるってことなんですかね。これはどの程度の危険レベルなんだろう。管理情報によると、オズ・アストさんのスキルは連鎖性、氷結でいいのかな、ですね。氷結というのは水を凍らせてる、水を凍らせるという意味でしょうが、連鎖性というのは何ですか。私のスキルの射程距離は1センチ未満で、水に接触しないとスキルが使えません。しかし、一度スキルを使うと連鎖反応が起きて最大5メートルまで水を凍らせることができます。一旦水面に触れさえすれば半径5メートルを一度に凍らせることも可能ということですね。はい。実際にそんなパフォーマンスを舞台で披露したこともあります。ですが、どんな液体でも凍らせられるわけではありません。凍らせられるのはスキルの触媒である精製水だけです。なるほど。大体どんなスキルかは分かった。しかし、アストンさんの管理情報には他の二人にはない触媒があるから、別に覚えておくのが良さそうだ。まあ、触媒っていう、まあ、元になるものがないとダメってことですかね。自己紹介は終わりましたし、本題に入ってもいいでしょうか。本題か。バーノンさんと同じくらいまっすぐなものを言う人のようだ。ええ、それじゃ始めましょうよ。陳述の前にテーブルにぴったりくっついてもらっても大丈夫ですか？バーノン、あ、やっぱこれがあれなんだね。うん。アストンさんが増えてると。もちろんです。私はクールですから。陳述開始。一度待機室に会いに行きました。時間は20時くらいだったかな。うん。ですが中には入れませんでした。訪問した時に団長は寝ていたんです。なんで寝てたってわかるんですかね。扉は開けたってことかな。起こすと怒るので私たちの待機室に戻りました。そしてその後、ユリアの悲鳴が聞こえてきました。悲鳴が聞こえた待機室に走っていくと、死体が。大丈夫ですか？あ、何のことですか？事件を思い出して震えているように見えました。何か誤解をされているみたいです。私はたったそれだけのことで動揺しません。嘘っぱちのような感じですね。普通殺人事件をたったそれだけのこととは言わないものだよな。オズ・アストン、少し変わった人みたいだな。あのアイスバーは食べもしないのにどうしてずっと持っているんだろう。あれ、精製水でできてるんじゃないんですかね。もしかして。バーノンさんは舞台の上で情熱的なキャラクターを演じていると言っていましたよね。そうすると、アストンさんもそうなのかもしれません。舞台の上じゃなくても演技をするっていうことか。そもそもあれはどんなキャラクターなんだ。二重人格。火を扱うバーノンさんは情熱的なキャラクターだったから、まあ氷を使う方は何だろう、クールみたいな感じなんですかね。あ、クールですね。おそらく本人はクールな姿を演じているんでしょう。そうやって考えると少し気の毒に見えるな。うふふふ。テナさん、どうしたんですか？こりゃあ私分かっちゃったわ。アストンさん、あなたは嘘をついていますね。はい、何のことですか？アストンさん、あなたは部屋のドアを開けなかったと言いましたよね。
でも被害者が寝ているということがどうして分かったんですか？まあ、さっき疑問に思ったことですね。それは理由があります。その理由はあなたが犯人だからでしょう。睡眠中の被害者を殺したから。部屋の中に入らなかったのは嘘だ。ギャーって、それはちょっと気が早い結論だと思うが、それについつい銃を取り出す癖はそろそろ直せ。あ、昔の習慣がつい、昔の習慣ってなんだ。テナさんの推理、パッと聞く分にはそんな気もするが、本当か？何か矛盾する手がかりはないか。発信を印刷して他の文章と照らし合わせてみよう。他の人の意見に賛成、反対するためにはレコーダーから録音データを印刷するんだったよな。こうか。アストンさんでしょ。アストン1、これは固定しておいて、一度待機室に行きました。時間20時くらいですが中に入れませんでした。訪問した時は団長寝ていたんです。起こすと怒るので私は待機室。悲鳴が聞こえた待機室に走っていくと死体死体が。これはでも嘘をついてあれっていうよりは死体っていう言葉に反応したように聞こえるんだけどな。これじゃなくてこっちかな。20時でしょ。20時に待機室に行った。押された後四角形。これと、これかな。要はこの四角形っていうのがどのぐらいの大きさなのかわかんないですけど、二流米の四角を作れるんですよね。ってことはでも2メーター2メーター2メーターだからな。これ2メーターもなさそうですよね。底面が四角形の物体が残した後入り口まで続いている。20時半にできた。被害者寝ていた。これちょっと確認してみますか。どうかな。ダメでした。会話記録をもう一度詳しく見よう。なんだってページの選択された。これを選択しないといけないのか。そしたらですね、どうかな。テナー否定。中に入れませんでした。おお、照合した。そのテナさん、どうしたの。これっぽっちのことに簡単されても困るんだけど。いえ、その嘘じゃないと思います。ん？部屋を開けなかったというアストンさんの陳述嘘じゃありません。え、どうして。さっき作成したアストンさんの陳述書を見てください。部屋を開けなかったという陳述をしたとき、異常心拍を感じませんでしたよね。あ、そうか、テナの主張通りなら
その陳述で異常心拍を感じなければいけない。違う違う、それじゃ何？アストンはどうやって被害者が寝ていたことが分かったの？アストンさんが被害者が寝ていたと思った理由、それはおそらく。また？アストンの陳述でしょ？息がどうのこうのってどれだっけ？これか。いびきが聞こえた。寝てたんです。これかな？お、来ました。そうだ、音。いびきをかく音のことです。ドアを開けようとしたとき、団長がいびきをかく音が聞こえました。団長はいびきがうるさいんですよ。それを聞いて被害者が寝ていると思ったということですか？そう言ったら私たちが信じるとでも。本当だと思います。どうして？なんでは私が言ったことだけ間違ってるの？それを僕に言ったところで。チーム長が現場にある椅子の記憶を読み取ったとき、いびきをかく音が聞こえたそうです。それにそのいびきは、ある重くて鈍い音がするまでやみませんでした。被害者は死ぬ直前までいびきをかいていたということです。アストンさんの陳述には、論理的に問題がないということか。おめでとうの音。最後のテストも合格ねって。ほんとかいな。テストじゃなかったじゃないですか。ただ、そうだったってことにしてくれない？ロジカルということで。それじゃあ、私への疑いは晴れたんですよね。はい、余計なことで難癖をつけてすみませんでした。いいえ、大丈夫です。私は基本的にクールな性格なので怪しく見えますよね。誰が言おうか。僕が言おう。何を言うの？オズアストンさん、あなたは全くクールに見えません。クールな人というよりパニックを起こしている人のように見受けられます。まあ確かにね、クールに見えるためにアイスバーを持って出歩くという発想もあまりにも一次元的で、むしろ可愛いわね。そのためのアイスなんだ。舞台上のキャラクターのためにクールな人を演じているんですよね。はい、団長が私のスキルを初めて見て、氷を扱うんだな、氷といえば氷の女王だろうと言って、私の性格や雰囲気、待機室の温度など全部クールに変えなきゃいけないと。イカれてるんじゃない？私は演技が下手なので、普段も性格をクールにしていようと努力しています。意味がなかったみたいですが、まあ被害者のジャン・ヘンリー・フーディンについてもっと詳しく知る必要がありそうですね。被害者がどんな人だったのか、あなたの考えを話していただけませんか？特に被害者があなたに強要していたことなどについて。陳述開始。やはり一番苦しめられていたのはユリアです。
あ、ユリニャのせいだというわけではありません。団長はことあるごとに騙されて雇ったと言ってました。ゲラーは物を空中に飛ばせますが、手に触れられるくらい近いもののみに制限されます。考えてみると団長の特技も空中浮遊だったため見下していたのでしょう。そして一番人気があるバーノンを値段で邪魔をしたりもしていました。少し前に二人はひどい喧嘩をしたみたいです。あ、私も以前殴られそうになったことがあります。幸いスレスレで向こうが止めましたが、だいたい思い出したのはこのくらいです。もう言ってもいいでしょうか。はい、ありがとうございました。あまり遠くには行かないようにしてください。気をつけますと。被害者は本当にクズだったんで、正直死んでよかったと思うくらいひどいな。それは捜査官が言っていいようなことじゃないような。この世に死んで当然な人はいない。いずれにせよ、いつ殺されてもおかしくない人だったというのは間違いないですね。この陳述によると、3人の容疑者、すべて被害者を殺害する動機があったということだ。ということで、そろそろまた、合体のシーンが来そうなので、この辺でセーブして終わりにしとこうかな。いいですね。はい、まあお時間もそろそろいい時間だと思いますので、この辺で終わりにしときますけど、どうもよく分かんなくなってきましたね。どうやって殺したんだろう。なんか音がするぐらいのもので頭を殴ったのは間違いないですからね。それなりの重さのものではないかなと思うんですけどね。まあ次回その辺が出てくるのかな、ちょっと分かりませんけど。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。